愛と励ましの言葉366日、渡辺和子。4月6日、愛されるために一番手近な道は愛すべき人になること。つまり愛情豊かな人に自らがなることだと思うのです。愛されるために一番手近な道は愛すべき人になること。つまり愛情豊かな人に自らがなることだと思うのです。